どうも金田です。よろしくお願いします。YouTube にアップするのもまあちょっと久しぶりなんですが、これからまた毎日まあ投稿といいますか、まあほとんどまあブログの代わりっていう形でまあ日々の日記みたいな感じでまたアップしていこうかなと思います。でなんですが、まあ昨日なんですけど、まあ、ちょっと午前中横浜に、まあ、施術のお仕事で行きまして、まあ、午後新宿の方でちょっと、まあ、セミナーの方に参加させていただいたんですけど、まあ、ちょっと前々からちょっと興味があったジャンルですかねのところに、まあ、勉強として参加させていただいて、やっぱりその、なんて言いますかね、新鮮だったと言いますか、こういうことも必要かなというのがあったので、まあ、またちょっと勉強しに行こうかなというふうに思ってます。で、まあ、今日はですね、茅ヶ崎の方に行きまして、一日施術のお仕事と、あとはこの僕がやってる、まあ、施術のやり方っていうのをちょっと教える講座っていうのも最近やり始めていて、まあ、その、まあ、講座もやりに行こうかなというふうに思ってます。で、実際その、まあ、施術のやり方っていうのが、まあ、正直言葉で説明するのがちょっとうまくいかなくてですね、まあ、言語化がちゃんとできてないからっていうのもあるんだと思うんですけど、まあ、正直体感してもらえないと、まあ怪しさ満点っていう風にはなっているので、まあ、これもなかなか、まあ、実際は周波数を調整したりとか、まあしているんですけどね、周波数とかリズムだったりとか、まあ、呼吸だったりとか、これを、まあ、その場で整えるっていうことが、まあ何でしょうね、それが超能力とか怪しいことではなくて、ちゃんと理にかなった理論があるんですよっていうのを、まあ世の中に伝えていけたらなというふうには思ってますね。そんな感じでちょこちょこ今日もやっていこうと思いますので、まあ簡単ですが、まあ、また復活のあいつみたいな感じで、YouTube の方にも動画上げていこうかなと思います。で、あ、そうそう、そもそもではないんですけど、まあ、今じゃあ鍼灸師の、国家資格取ろうと思って、まあ、学校に通って今2年生なんですけど、まあちょっとだいぶ鍼灸の勉強の方は置いていかれそうな雰囲気といいますか、なかなかちょっと勉強時間が取れてないっていうのもあるんですが、それでもやっぱり鍼灸の考え方だったり、まあ、東洋医学ですよね。で、東洋医学と収益って言いますかね、まあ占いの方、まあ、それってやっぱりすごく関わってるなっていうふうに思っていて、最近勉強、そっちの方の勉強しちゃってるんですよね。収益の勉強というか、まあ、東洋医学の世界観を勉強してたら収益っていうのも勉強したい、まあしたいなって興味が湧いてきて、それを勉強してたら、あの学校の勉強がおろそかになってるっていう、まあちょっと本末転倒な感じになっています。まあ、ただそれでも自分のやりたいことなので、そのやりたいことを、まあ、全力でしっかりやって生きていきたいなというふうには思っているので、まあなんとか調子に合わせていこうかなというふうに思います。まあ、今日も茅ヶ崎で、まあ、頑張っていきます。ではまた、ありがとうございます。